ザ・フューグは、イギリスの競争馬である。主な価値案は、ナッソ・ー S、ヨークシャー・オークス、アイ・チャンピオン・ S、プリンス・オブ・ウェールズ・ S。2011年10月29日にデビューし、初勝利を挙げる。2012年初戦に、キャリア2戦目にして、G1 万戦ギニーに挑戦、優勝馬ホームカミングクイーンから離された4着となる。その10日後のムシドラ・ S に出走し、 重傷初制覇を遂げる。また、このレースの2週間後の A オークスで3着、さらにその3週間後のリブルスレール S で2着となる。8月には、小相手のナッソーステークスに出走し、G1 初制覇を成し遂げる。このレースから約3週間後のヨークシャーオークスに、出走、シャレータの2着となる。この年の最後のレースとしては、アメリカのサンターニタ競馬場で行われた。 ブリーダーズカップフィリーメアターフが選ばれ、海外遠征を経験しても3着という、まずまずな成績を収めている。このように、ザ・フューグは2012年は、タイトなスケジュールで、6つの競馬場で7戦2勝という、競争生活を送っている。2013年初戦は、ボバ相手のプリンス・オブ・ウェールズ・ステークスに出走し、アルカジームの3着と検討した。 その約3週間後には、再びボバ相手のエクリプスステークスに出走したが、再びアルカジームの後陣を排した。8月には、コバとなって、前年にも出走したヨークシャーオークスに挑戦し、G1 レースに正名を挙げる。その2週間後には、再度ボバ混合戦であるアイリッシュチャンピオンステークスに出走し、2度対戦し、2度とも、敗れていたアルカジームを下し、G1 を、 連勝、通算で3勝目を挙げる。11月には再び、アメリカに遠征し、ブリーダーズカップターフに出走し、2着と検討する。この年最後のレースには、香港バーズが選ばれ、アメリカ遠征から約1ヶ月程度の期間しか、開かなかったが、金山の2着となる成績を挙げている。この年も、タイトなスケジュールながら、6つの競馬場で6戦2勝。 いずれも G1 での勝利という成績を残している。2014年の初戦は、ドバイデューティーフリーに出走したが、1着のジャスタウェイに大きく離されて11着に終わる。このレースがザ・フューグにとって、初の2桁着順となった。6月には、前年同様プリンス・オブ・ウェールズ・ステークスに出走し、前年の外線門勝馬トレブラを下し、4度目の G1 優勝を果たした。なお、このレースは、 レコード決着となった。この後、エクリプスステークスに出走したが、6着に敗れ、レース中に負傷し、現役を引退することになった。全17戦6勝。ありがとうございます。